どうも、つばさです。ですね、あの財布のね、中身にね、いつもいくらぐらい持ち歩いてるのかということについてね、話したいと思います。ただいまね、企業名最初集めたものを、再生リストに並べてますので、見たい方はそちらからおたどりくださいませ。はい、では、いきます。だいたいいつもまあこれぐらいは持ち歩いてますね。はい、まあね、それぐらい持ち歩くぐらいのね、お金はあるんでね。はい、まあ、これどれぐらい持ち歩いてるか、まあ、数えてみましょうか。3、4、5、6、7、8、9、10、10、30、4、15、30。40万円ぐらいですかね。はい、でさらに、まあ、ちょっとここもまだしてみると、50、60、まあ、70万円と、まあ、全部これ計算すると、まあ、大体85万円ぐらいですかね。はい、まあね、これぐらい持ち歩いてたらね、まあ、自分はすごいという意思表示をね、できるのかなと思います。はい、終わります。